スリセです。今日はこちらを紹介していきます。新型コロナウイルスの影響で、皆さんご存知の通り、TDR が臨時休業しています。そんなの知ってるよ。先日公式発表がありましたね。ものすごく簡単に説明すると、今後につきましては政府、自治体の要請だと書けた段階で再開時期を判断し、改めてお知らせいたします。と発表がありました。カレンダーを見てみると、未定になってました。普段では見れないので、なんかすごいですね。アトラクションの休止情報も見てみました。休園する前の時は、リハブするアトラクションがいくつかありましたが、現在はなくなっていました。休園中に全て終わらせたんですかね。クッキーランは5月末で終了予定ですが、このまま見れないまま終わってしまわないでほしいですね。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。